はい、こんにちは。今日は1968年の神戸大学の問題です。問題はこちらです。七進法で表すと3桁となる正の整数があると。で、これを11進法で表すとやはり3桁で、数字の順序がちょうど元と反対となる。このような整数を10進法で表せといった問題ですね。まあ、これは50年以上前の問題なんですけれども、まあ、今出てもおかしくないかなというのがあったのでご紹介させていただきました。で、今回7進法で表すと3桁ってことなので、まあ、ABC と置きましょうか。これ7進法で表した数。ですので、これ7進法ですから、0から6までの数しか取れないわけです。で、これ A は最高位の数ですから、ここは0になっちゃダメなので、これここだけ1から6ですね。A は1から6までの数ですよと。で、B は0から6までの数。で、C も0から6までの数ですよと。で、これ、今度11進法で表したときには、これ逆になるので、C、B、A になるわけですね。で、今度最高位の数が C になったので、C も0じゃダメなので、ここ1以上ですね。ということで、この範囲の数ということになります。で、これ7進法なので、この各位の数は、各位は1の位、7の位、7の2乗の位ということですね。で、11進法では1の位、11の位、11の2乗の位ということです。で、この2つの数が等しいよということですね。ということで、これ10進法で表すとどうなるか。これ10進法で表すと、7の2乗が A 個。つまり7の2乗 A。足す7の位が B 個ある。つまり 7B。足す C ということですね。これが10進法で表した数。こっちも10進法で表すと、11の2乗の位が C 個あるということで、11の2乗 C。足す11が B 個。それから A ということになりますね。これ両方10進法で表すとこうですよと。同じ数ですから等しいよということで、こんな風になります。で、これ整理しましょう。これ49で1ですから、こっち持ってきて 48A。で、これこっち持ってくると -4B。で、これこっち持ってくると121ですから 120C と。全部これ4で割れますね。ということで 12A-B イコール 30C という風になります。で、これ B について解きましょうか。B イコールにすると 12A-30C。で、これ6の倍数ですね。6でくくるとこうなるよと。で、6の倍数ですから、B はこの範囲で6の倍数ってことは、0か6しかないよと。B は0か6ということで決定します。ですので、あとはこの場合を調べればおしまいですね。B が0の場合、B が6の場合と。じゃあ、B が0の場合はっていうと、ここが0になるときですね。つまり、2A イコール 5C になるときがこれですよと。じゃあ、この場合はっていうと、この範囲で考えると、もう A が5しかないなと。C は2しかないですね。ということで、5と2。この場合しかないよと。じゃあ B が6の場合はっていうと、ここが1になるときですね。ということで 2A-5C イコール1になるとき。これは、mod 5で考えましょうか。mod 5で考えたときに、5で割った余りで見ましょう。ここは5で割った余り0ですよと。ですので 2A5 度1ですよと。mod 5で 2A と1は合同ですよと。2A というのは5で割ったら1余る数。で、これ3倍しましょう。3倍すると 6A 合同3。で、6は5で割ったら1余るので、A 合同3ですね。ということで、A っていうのを5で割ると3余る数ですよと。つまり、A はこの範囲でですから、5で割ったら3余るということは3しかないですね。ということで、3が決定しますよと。じゃあ、A が3なので、ここに代入すると6。で、こっち持ってきてマイナス5ですから、C は1ですね。ということで、この2組だということで出ましたよと。じゃあ、あとは求めるのはこの10進法で表せってことなんで、この形で表せってことですね。こっちかこっちか、どっちかに代入しましょう。今回こっちに代入しましょうか。じゃあ、まずこっちの方は5、0、2ですから、ここは2で0で5ですから、121×2 で242足す5ですね。ということで、247。これが1つ。から361ですから、361ですね。121足す、66足す3ということで、69ですから190ですね。ということで、この2組が答えということになります。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。